日本神奈川県藤沢市炎行炎行は神奈川県藤沢市にある地名。現行行政地名は炎行1丁目及び炎行2丁目と大和炎行。住居表示はいずれも未実市区域。郵便番号は252-0805。藤沢市の北部に位置する。地域の中心を引きち側が縦断する。引きち川下流にある石川。 大場と同じく、引き地側が、相模屋台地を削ってできた八つ地形が中心である。藤沢市北部の工業地帯である、桐原工業団地、椅子図自動車藤沢工場と、市街地、住宅地帯である湘南台の間に位置し、西部は、純工業地帯、東部は、湘南台から連続した、住宅地、市街地として発展しつつある。歴史的な営業地域は、 現在の湘南台の西部を含むため、遠行公園や遠行八幡宮などの遠行の名が付く施設であっても住所が湘南台である。その一方、湘南台が藤沢市北部の中心として発展しているため、住所は遠行であっても湘南台の名を付ける施設が多くある。住宅地の地下は2015年1月1日の工事地下によれば、 炎行技滝の座は826番16の地点で17万5千円平方メートルとなっている。全域が相模国高座郡に属す。平安時代末期頃から鎌倉時代初期頃に成立した渋谷僧に属し、渋谷市の支配を受けていたと考えられている。南北朝時代に正寺梅田の地に炎行寺が建立されこの地の由来となったという。 炎行寺は現在座間市にある炎行寺であるという。豊臣秀吉による小田原征伐の際、生殺に、四方屋の小園行号との表記が見える。新編相模国風土機構には、炎行村として記されている。当時の領主は大久保忠康、地頭は石川大善ら。廃藩地県後は、周辺の五村と合併し六海村となる。藤沢市に合併後、 富士沢市の北部第一区画整理事業により引き地、川東岸が湘南台として分離する一方、北部第二土地区画整理事業によって区画整理され、一丁目二丁目が成立した。また、霧原工業団地の成立時に、西の一部が霧原町として分離している。かつてこの地にあった炎行寺の中から、2018年2月現在の世帯数と、 人口は、以下の通りである。引き地側にかかる、横須賀水道環境藤沢北警察署、神奈川県立湘南大高等学校慶応デイツ、湘南大店慶応デイツ湘南大店、の島湘南大店、イエローハット湘南大店、等、相当衆寺院、商法元年混流、明治初期に廃止、相模国巡視国88カ所の札書46番、 大師像は、亀色の運マッサージにある。ありがとうございます。